振り返っていきたいと思います。スコアはなんと3対1と、ちょっとこれは予想外の結果と個人的にはなりました。まあ、前回のね、ウエストハム戦もあるんで、かなりね、この手のタイプのチームには苦戦するんじゃないかなと思ったんですけども、終わってみれば3対1。まあ、序盤はね、最初、結構シュート打たれて押し込まれる展開も多かったんですけれども、徐々に盛り返してきて、結果的には3点。で、三笘選手もね、しっかりと役割を果たしたといいますか。まあ、特に注目だったのが、トリッピアとのマッチアップですね。で、ここでソファースコアの評価を見ると、まあ、トップはね、ファーガソン、マンオブザマッチになりましたけれども、三笘選手 6.7、そしてトリッピアも 6.7 と、まあ、個人的な対決ではなんかちょっと痛み分け的なところはあるのかなと。お互いなんか特にやられたりやられなかったりっていう感じではなくて、なんかいいとこお互いに封じられて、なんだろう、決定的なところまで持ってかせてくれない。で、三笘選手で言えば、まあ、ちゃんと3点目ね、ファーガソンのゴールを、まあ、最初ドリブルでこじ開けて、そこからのパスでアシストっていうことになりましたけれども、でも、トリッピア自体がその、なんだろう、ガンガン抜かれるとか、そういうことはなくて、なんか嫌なところでね、決定的なところまで行かせないっていうような、まあ、そういう渋さというか、妙がありましたね。で、トリッピアはトリッピアで、まあ、三笘選手を警戒しなきゃいけないっていうこともあって、そこまで上がることもできずというか、攻撃の面で、いつもよりちょっと迫力に欠けるといいますか、なかなかチームの手助けにならなかったなって印象です。で、三笘選手の方ですね、早速中身見ていくと、左はやっぱり赤いですね。で、カウンターとかちょっとオープンな展開の時は、なんかいつも以上に結構ね、中央に寄って裏抜きを狙うような姿勢だったりだとか、ポジションを取ってるようなところが見受けられたので、ここはさっきよりも、さっきというか去年ね、よりも、まあ、積極的に中央に入ってきてるのかなと思います。で、結局ね、この試合もちょっとフル出場でなかなか辛かったんですけども、XG 自体はまあ 0.19 と、で、タッチ数37、後半特にちょっと失速しちゃいましたね。前半だけでも多分20何歩ぐらいは行ってたと思うんで。で、パス成功率は 85% と、まあまあまあ。で、キーパスはなんとここで3本も記録しております。で、さらに、シュートの方は1。まあ、あと後半ね、最後の方で惜しいシーンありましたけれども、トリッピアがね、ちょっと入ってきて、惜しくも阻まれたりだとか。あとはシュートブロックも3本あったか。で、あとドリブルの成功の方でも、まあ、7回中2回で、ここはちょっといまいちだった。で、地上戦の方でも11の3と、まあ、ここの勝率もあんまりよろしくはなかったですね。で、ただボールロスはたったの9回のみ、まあ、タッチ数も少なかったんでね。で、ファールは1回もらったのかな。珍しくオフサイド2回ありました。あとは、守備のところでも特に目立ったのはないですけども、ただ1点目かなんか、ファーガソン決める前は、結構ね、長い距離あったんですけれども、三笘選手がね、プレスで長い距離詰めて、で、焦った相手選手が、クリアミスして、そこからまた繋がって、三笘選手がまたドリブルで切り込んでって、で、そこからこぼれたりとかしたギルモアの、超強烈なミドルシュート。で、そのこぼれ際に、ファーガソンっていうような具合でゴールも生まれたんで、結構直接的というよりかはかなり間接的な形で、今回ゴールに関与して試合にも、の、まあ、勝利にも貢献したのかなっていうような印象です。で、まあ、逆にトリッピアもちょっと見てみようかな、こっち。わあ、これはすごい。真っ赤っかっすね。ただそんな前までは上がりきれてない。ここまでですね。で、見ると、地上戦はまあ8の5と。で、あとはロストが15回あった。タッチ数多いですね。さすがに81回。まあ、タックルも3回決めてる。インターセプトも1回決めてると。で、パス成功率は 81% っていうところですね。ロングボールとかここら辺もちょっと精度は変えてしまいましたね。というところなんで、お互いここはなんか痛み分けっていう感じなのかなと。個別のマッチアップでは。ただ結果的には三笘選手が黒子に徹して、それがまあゴールにつながったりだとか、トリッピアのまあ上がりを封じたりとかっていうのもあったんで、まあ、チーム全体的な観点から見ると、三笘選手に今回軍配は上がるんじゃないかなと思います。なんとも言えないですけどね。ほんと個別では五分五分な感じなところもあるんで。まあ一番最初も最初ドリブル止められたりとかもあったし、とはいえそれ以降そういった特に1対1で負けるようなこともなかったんで、
まあ、チームも勝利したっていうことがあって、ここはまあ無理やりね勝敗つけるなら、まあ三笘選手に軍配が上がってもいいんじゃないかなと個人的には思っております。であとはファーガソンも 9.7 とハットトリックが圧巻でしたね。この辺 XG もやっぱ 0.91 と高めで、パス成功率も 94% と非常に良かった。タッチ数も34、三笘選手とほぼ一緒ですね。で地上戦も8回中6回勝利してる。ボール出すも 6回だけ、ファールも4回もらってると。ここはすごいな、本当。ちょっと来シーズンあたり争奪戦が起きてもおかしくないんじゃないかなと。間違いなくこのペースでいけばね、100億円超えてくるような選手になってくると思います。で、試合内容としては、左がブライトンだから、ここら辺 XG でも意外と五分五分なんですよね。で次にボールポゼッションでも 56% の 44%、 さすがにブライトンが上回った。でシュートも 15-9 とブライトンで、枠内の方も 6-2 と見事ブライトンが上回ってきたというところですね。オフサイドがねちょっと珍しく多かったなと思って、まさかのニューカッスルは0回っていうところでね、この辺はちょっといつものブライトンとはなんか違うような、ウエストハム戦かなんかやっぱ修正してきたって感じなんですかね。でイエローカードはやっぱちょっと多いです今シーズンで、お互い4枚と。であと見るとビッグチャンスもお互い1回。なるほどなるほど。であとはパスの方でも561の429、まあまあまあで90、成功率も 90% の 84% と、まあちょっとブライトンの方が上回った。でロングボールのとこでも若干ブライトン、あとクロスの方でも、クロスの方ではかなり上回りましたね。でドリブルのとこではただニューカッスルが強い。まあイサクとかもねいるんでちょっとね、でもまだ23歳の、ブライトのセンターバックのヘッケも頑張ってくれましたしというところもありましたけど、まあ、それでも 81% 記録されてブライトンは 53% と。で、ボールロストは、まあ、攻めた側のブライトンが当然多くなるけどほぼ差がないですね。でドリブルの、デュエルの勝率はほぼ合格で、空中戦に関してはただブライトンが圧倒しました。まあ、でもそうだな、ファーガソンがでかいのかな、守備に回る時間がブライトンの方が少なかったはずなんで、まあ、それでも回ってきた。まあニューカッスル本当ねマッチマンばっかりでゴリゴリの個人戦強いとかなんですけど、そこを上回ってきたのはでかい。ただタックルのところでやっぱりニューカッスルがしっかり上回った。ただインターセプトのところでは、ボール支配率の高かったブライトンの方が圧倒してしまったと。まあここの差は大きいですよね。それだけ攻撃のチャンスがブライトン増えてしまうんで。でクリアに関しては12-14とほぼ合格っていうところで、ニューカッスルはうまくつなげなかったというかね、前半というか本当序盤は良かったんですけどね、なかなか厳しい結果になってしまったのかなと。で次が、ゴールさんの方を見ましょうかね。でここで見ていくと、シュート数の方では当然ねファーガソン4回中3回決めたと。あと途中出場のウィルソンも見事で、三笘選手は何気に4本打ってたんですね。でチャンスクリエイトっていうところで、三笘選手は先ほどもありましたね、キーパー3回、そしてちゃんとアシストが1つつきました。あとギルマーもつきましたね、よかった。でパスのところではまあヘッケが、見事に、トップに立ったと。あとダンクもかな、センターバック安定してましたね2人とも。でパス成功率っていうところでは、マーチが、成功数かこれ84で、三笘選手が、75と、率なのかな、ちゃんとパーセンテージかなっていうところで、まあブライトンが圧倒したと。でクロスのところでもブライトンが圧倒したっていうところですね。でここのレーティングで見ますと、三笘選手が、80.9 と非常に高い、ファーガソンは100なんでチーム2番目の数値を誇ってますね。そしてニューカッスルの方は、トップの選手ですらね、まあ、80代は誰もいなかったと。トップの選手ですらギアマインスで、70、そしてマッチアップしたトリッピア 61.0 というところで、まあ、ゴールさんのところから見ても、まあ、ちょっと三笘選手に分があったのかなというような部分はありますね。まあ、一概には言えないですけどもね。で、ソファースコアさんの方に戻ります。そしてブライトンは今後の試合の方とかちょっと見ていきたいな。ちょっと待ってください。ブライトン。あと順位の方もね、ブライトンが勝利したので、暫定ながら4位に上がってきました。
まあシティもね、あと、まあ相変わらず強いというか、ちょっとね、オフサイドとか際どい判定とか、まあって運も味方したところありましたけれども、結果的には圧勝したんで。というところで早くもシティが首位。そしてトッテナムは、まあソン・フンミがね、見事ハットトリックを決めるっていうところで、まあまさかの2位と非常に調子いいです。で、この後また明日リバプールと、明日リバプールの試合もあって、あと、アーセナルとユナイテッドだったかなの試合とかね、非常に楽しみなマッチアップ、マッチもあるんで、ここもね、注目して見切ったい。で、ニューカッスルは負けてしまって14位と非常に厳しい状態になっております。ここら辺ね、厳しいですね。まあ、エバートンは案の定って感じはするんですけども。で、チェルシーも、まあ、何気に、しかもフォレスト相手に負けてしまいました。っていうところで、まあ、厳しい状況ではあると。で、ブライトンの方はですね、どれどれ、次の試合が面白いんですよね。次、ユナイテッド、16日です。で、ここから代表ウィーク入ってしまうんで、ちょっと感覚変えちゃうんですけれども、日本代表も、ヨーロッパの方に渡って、ドイツとの試合がね、あるんで、9日だったかな。ここの試合とかも、スタッツとかね、ちゃんと出てたら動画にしていきたいと思いますので、チェックしてもらえると嬉しいです。で、何気にここ、今シーズンのまだ4節までですけれども、4節までで、チームのレーティングっていうところでは、三笘選手がね、チームトップとなっております。で、グロスが2、ファーガソンも上がってきたか、一気に 7.58 となっております。まあ、こんなところですかね。ちょっと待ってください。あと、イングランド、全体の見れないのかな？全体の見たいな。ちょっとお待ちを。プレミアリーグ。ここで見れたら面白いんだけど、まあこれは次回でいいかな。まあそうですね、ちょっと見れないんで、次あたりからこれプレミアリーグ全体の方で見れないかどうかとかね、ちょっと、探してみますので、ご期待くださいと。まあ今日はこんなとこですかね。まあ見事な活躍で勝利っていうところで、代表戦も非常に楽しみです。気に入っていただけましたらね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あ、そういえば何気にね、ちょっと200人登録者いったっていうところで、本当にありがとうございます。まあこういうこと言うとね、そこから登録者減ったりとかして200切るなんてこともあり得るかもしれないんですけれども、まあとりあえず1回200人乗ったっていうところで、改めましてありがとうございます。今後もね、またチェックしてもらえると非常に嬉しいです。本日もね、最後までご視聴していただき、ありがとうございました。